向谷実、1956年10月20日代は、日本のミュージシャン、キーボーディスト、音楽プロデューサー、実業家、タレント、フュージョンバンド、カシオペアの元キーボード奏者、1977年から2012年、シミュレーションゲームソフト、トレインシミュレーターの制作者であり、制作元である、株式会社音楽館の代表取締役社長して知られる。1977年、ネム音楽院、現、ヤマハ音楽院エレクト音科在籍中であった20歳の時に、当時まだアマチュアバンドであったカシオペアにキーボーディストとして加入。1979年にカシオペアはメジャーデビューし、2006年の活動休止までリーダーの野呂一成と共に29年間歩み、カシオペアのサウンドを支えてきたが、6年後の2012年に活動再開する際に脱退した。脱退以後の音楽マネージメントは自身の会社である音楽館で行っている。1995年、自身が培ってきたコンピューター技術を活かして音楽館で実写版鉄道シミュレーションゲーム、トレインシミュレーターシリーズの制作及び発売開始。1990年代後半から2000年代にかけてはカシオペアと共に活動の柱となっていった。なお、音楽館は2000年代後半よりコンシューマーゲームから業務用分野の鉄道シミュレーターに事業を転している。カシオペア活動中からソロでの音楽活動を行っており、様々なアーティストのレコーディングに参加。自身が中心となってプロデュースしたものも数多い。トレインシミュレーターを制作していた頃はそちらに没頭していたために抑え気味ではあったが、トレインシミュレーターシリーズの制作が収束したのと、カシオペアの活動休止が重なった2000年代後からは、再び活発化。近年はニコニコ生放送による動画配信を積極的に導入して、作曲、時には作詞も、そしてレコーディングに至るまで、制作過程の可視化に挑むなど、新しい音楽制作の試みとして話題を呼んでいる。また、音楽活動のルーツであるエレクトーンにも回帰していて、自身が弾く他に、エレクトーン専門のプロ奏者とのコラボレーションも頻繁にこうている。音楽館における音楽事業と鉄道事業の売上比率は2015年の時点において、鉄道事業の方が8から9割を占めているが、後者には音楽的なひらめきは大切。音楽と鉄道は、こうつつけず、イーブンでいると説明している。カシオペア在籍時はライブで、MC、司会も担当。MC での巧みな話術はメディア出演でも評判となり、トレインシミュレーター制作以後は熱狂的な鉄道ファンとして鉄道関連番組に頻繁に出演するになる。近年はミスターサンデー、フジテレビ系などの情報番組にコメンテーターとしても出演するようになり、従来の音楽ファン、鉄道ファン以外からも広い知名度を得ている。自らが発信するニコニコ生放送の番組では視聴者からのプライベートな領域まで及んだ質問にもざっくばらんに答えたり、一般人である家族との出演、そして自宅から中継する回もあるなど、私生活をかなりオープンにしている。2015年1月、Facebook と Twitter でナレーター、藤美咲と再婚したことを自ら報告した。2018年、25年ぶりとなる3枚目のソロアルバムザ・ゲームス・イースト・ミーツ・ウエスト2018を発表。2年前の東京で行われた楽器フェアにおいて自身の還暦を記念したライブがきっかけとなり、その時に共演したドングルーシンら旧知のアメリカ人とやはり旧知の日本人双方の著名ミュージシャンを再び招いてレコーディングされたものである。なお、レコーディングメンバーでのライブツアーも開催予定。世田谷区二子玉川出身。幼少の頃から音楽を学び、4歳半からオルガンを、5歳からピアノを習い始め、6歳ですでに作曲を行っていたという。その後にエレクトーンに移行した。中学生時代はエレクトーンに精力を傾け、地区のコンクールで優勝するなどしていた。しかし、エレクトーンにおける全国大会出場への強化合宿に軽い気持ちで出たところ、高度な英才教育を施されてきた他の参加者たちとのレベルの違いに愕然とする。そういった理由もあり、東京都立大学附属高等学校、現、東京都立、佐倉治館中等教育学校入学後の高校生時代は、音楽はあくまでも趣味レベルに止めることにしたが、エレクトーンの教習には通い続けて、アルバイトでデモンストレーター、楽器店の店頭における支援奏者もやっていく。将来の目標は、弁護士として社会奉仕活動に従事することを掲げていた。高校3年生の現役時、その目標のために、いくつかの難関大学を受験するものの、あえなく全滅。高校を卒業後、大学受験浪人として予備校生活に入る。しかし、通学途中の繁華街で遊興にふける日々が続き、さらなる学力低下を招いてしまう。我に戻って危機を感じた高谷は、翌年の大学受験は諦めることにして、進路変更を決意。手に職をつける、就職に有利な面から、長年やってきたエレクトーンの腕を活かすことにして、ネム音楽院、現、ヤマハ音楽院のエレクトーン科に進学した。高谷はそこで、ヤマハ音楽能力検定のエレクトーン部門グレード3級、演奏と指導者グレード3級の両資格を取得している。このネム音楽院在籍時の1977年、友人を介して同学年の年齢だった野呂一成と知り合い、野呂が桜井哲夫と結成していたバンド、カシオペアがアマチュアバンドコンテスト、イーストウエスト77にバスるにあたり、キーボーディストとして加入の誘いを受ける。その際、ノロはカシオペアの志向について、高谷が信奉していたミュージシャンの一人を引き合いに出して、チックコリアミーな音楽、当時活動していたエレクトリック編成のリターントゥ、フォーエバーをやっていると口説いた。カシオペアは前年度の同コンテスト、イーストウエスト76に出場して、決勝大会で進出したこともあって、交友関係の輪の中にいた高谷も存在を知っていた。当初参加した理由は、前年度の同コンテストで、ノロが最優秀ギタリスト賞を受賞し、その賞品として、当時最新型にして、最高級のエレクトリックギター、ヤマハ SG-2000 を獲得したことが、ノロ本人から吹聴され、この有望なバンドで、決勝大会に出られれば、自分も欲しい楽器を獲得できるかもしれないという一時的なものだった。同じプロミュージシャンでもこれをきっかけにして収入が不安定なバンドマンになるなんて気はなくて安定したエレクトーン業界で生活していく将来、設計は据え置いていた。そして高谷を入れたカシオペアは自らのオーディションにより選んだドラマーの佐々木隆を加えて同コンテストに再出場することになる。カシオペアに加入した高谷は、ノロが作ってきた楽曲における音楽性の高さに感銘する一方で、それまで独学で書いていた楽典を添削、修正する役割も請け負った。また、前年度の決勝大会に出場したカシオペアの再出場は、イーストウエスト77の注目の的であり、下馬評で最高位のグランプリが確実視されるなど、軽い気持ちで参加した高谷をどんどん本気に去っていった。そして、カシオペアは、前年度に続き、決勝大会まで進出。惜しくもグランプリは取れなかったが、優秀グループ賞を受賞した。なお、本年度は当初目当てにしていた賞品は出されなく、賞状のみであった。この頃になると、高谷の気持ちはすっかり変わり、元からプロ志望であったノロと共にカシオペアとして、プロデビューを目指すことになっていく。そして、カシオペアは、イーストウエスト77出場メンバーで、都内近郊でライブ活動開始。このデビュー前の時期、イーストウエスト77の審査員だった、成瀬義弘に見出され、プロとしての仕事にたびたび誘われるようになる。また、この頃から家庭を持ち始めたこともあって、自活のために引き続きエレクトーンのデモンストレーターや、スタジオミュージシャン、コピー譜の採譜作業をするようになる。1979年5月25日、日本におけるフュージョンブームの真っ只中、カシオペアはアルバム、カシオペアでメジャーデビュー。ノロの優れた作、編曲の能力とともに、ライブで完全再現させる演奏力で高い評価を得ていく。そのデビューアルバムに付けられたキャッチコピー、スリル、スピード、スーパーテクニックの表現通り、超絶技巧かつアクロバティックな演奏スタイルで、コータには同時に2台のキーボードを弾き分けるなど、エレクトーンプレイヤー出身の素性が活かされた。また、カシオペアはライブにおいて、結成時からしばらくはリーダーであるノロが MC、司会を務めていたのだが、この頃にコータニに移行されることになる。カシオペアの演奏とともにコータニの MC も評判となり、その軽妙さからコータニの名字をもじり、司会やミノルの異名が与えられた。カシオペアは当時半年というインターバルでのアルバムのリリースごとに売り上げを伸ばし続け、ライブの規模と動員もそれに伴って拡張していった。カシオペアが多忙になったこと、そしてカシオペアで安定した収入が得られるようになったこともあり、デビュー後も言っていたスタジオミュージシャンを一時休止し、1980年代前半の一時期はカシオペアの活動だけに専念するようになる。しかしながらカシオペア以外の音楽活動にも意欲的な心は持ち続けていて、1984年に初めて自身が音楽制作のイニシアブを取ってアラン・トモコのアルバムモア・リラックスをサウンドプロデュースした。さらに同年には都内にレコーディングスタジオ、スタジオジャイブを賛同者と共に建設し、コータには関連会社の音楽館を起こしてスタジオ運営に参画する。以降、このスタジオジャイブが初のソロアルバムミノルランドのレコーディングをはじめとしたコータニのホームグラウンドとなり、カシオペアの国内におけるレコーディングもここを中心になされていくようになる。1980年代前半、趣味の一環としてパソコンを購入。熱中するようになったコータニは、国産からすぐに米国アップルコンピュータが出したばかりのマッキントッシュにたどり着き、パソコン通信で海外音楽関係者と情報のやり取りをしたり、デジタル機材のデータ管理など音楽活動にも用いていくようになる。1980年代後半から1990年代前半にかけてパソコン、とりわけマッキントッシュを使うミュージシャンの代表格として各種メディアに取り上げられるようにもなる。そして1993年、コータニは自身が経営する音楽館でカシオペアが題材となった映像と音楽を融合させた CD-ROM ソフト、タッチ・ザ・ミュージック・バイ・カシオペアを制作して発売する。これは後に制作するトレインシミュレーターのプロトタイプともなった。幼少の頃から鉄道が趣味で、切符収集から始まり、学生時代は当時ブームだった8ミリ映画カメラで SL、蒸気機関車を取りに遠方まで出かけていた。カシオペア在籍時代もライブツアーで全国各地を回る際、機会があればその地元の路線に乗りに出かけたり、他のメンバーやスタッフが旅客機や新幹線で時間的に効率な移動をする中、好んで移動時間がかかる夜行列車など利用して鉄道趣味を堪能していた。また、1985年に発表した初のソロアルバムミノルランドに SL の音が取り入れられた曲、TX816 トレインを作って収録するなど、その趣味の熱心さは、以前からカシオペアファンには知られる事柄であった。1995年に、世界初の実写版鉄道シミュレーションゲーム、トレインシミュレーター第1弾、中央線201系、中野、豊田、マッキントッシュ用を、自身の会社、音楽館で制作して発売する。音楽活動で培ったコンピューター技術を用いて、列車の乗務員室から業務用、ビデオカメラで撮影した実写のノンストップ動画を処理して完成したのが本作である。ソロ活動の一環ではあったが、多分な趣味的要素で、個人的にプロジェクトを立ち上げたものであった。しかし、ドライブシミュレーションゲーム、自動車フライトシミュレーションゲーム、行機しかなかった実機シミュレーションゲームに、鉄道シミュレーションゲームという新たなジャンルを生み出してヒットさせた。これ以後、1990年代後半から2000年代前半にかけてコータニにとってトレインシミュレーターシリーズの制作はソロ活動の柱となった。トレインシミュレーターの音楽制作は自らで手掛けていたが、それ以外のソロにおける音楽活動は激減していった。時を同じくしてカシオペア自体の活動も年々減少していく。そのため、トレインシミュレーター制作者として音楽とは異分野でメディア出演が増えていくも、音楽シーンにおいては霞みがちになっていった。2006年8月1日、カシオペアはリーダー、ノロの意向により、レコーディング及びライブなどの活動をすべて休止した。カシオペア休止以降、高谷の音楽活動は逆に精力的になり、鉄道事業の音楽制作において起用したミュージシャンらで、向谷実とメロディーズ、宮崎高志僕、矢堀浩一、鹿島達彦、ヒューガは増資、坪井明久を結成し、鉄道イベント等でのデモンストレーションライブのほか、有料での単独ライブも開催した。また、カシオペアのデビュー直後から親交がある、三枝重彰の実験的なコンサートにも参加していくようになる。2010年、ツイッターでの交流をきっかけに、歌手、中西圭三と、高谷実、中西圭三プロジェクトが立ち上げられた。ツイッターで一般から歌詞を公募、レコーディング作業はすべてユーストリームで実況中継して制作過程を可視化。さらに当初は CD は制作せずにダウンロード販売でするなどインネットがフル活用された実験的な音楽制作を行って話題となった。2000年代後半、トレインシミュレーターシリーズは台東との合作によるレールファンに収束して制作が休止するものの、高谷と音楽館は、その応用として富士通と提携して、鉄道会社が実際に乗務の訓練に使用する業務用シミュレーターの開発を手掛けるようになり、2007年には鉄道博物館の展示品で来場者が動かす国鉄 D51 形状機機関車運転シミュレーターの開発にも携わった。これが近年の主な事業となっていく。ニコニコ超会議における団体臨時列車ニコニコ超会議号や東急百貨店東横店で毎年開催の鉄道フェスティバルイン渋谷などの鉄道関連イベントをプロデュース。2001年から2010年まで名古屋芸術大学音楽学部音楽文化応用学科の新設とともに専任教授を務めた。2012年4月メンバー間での話し合いにより高谷がカシオペアから脱退することが公式サイトで発表された。カシオペアはカシオペアサードとして6年ぶりに活動再開も表明。高谷の後任には大高清春が起用された。これにより高谷の音楽マネージメントも音楽館に移管されることになった。2016年、東京で行われた楽器フェアにおいて自身の還暦を記念したライブミノル向谷プレゼンツ、イーストミーツウエストを開催。1982年に発表されたカシオペアのセッションアルバム、4×4 で共演以来のリー・リトナー、ギターとドングルーシン、キーボードとネイザン・イースト、ベース、旧知の神保明、ドラムス、村田洋一、トロンボーン、エリック・宮代、トランペットら日米で活動する凄腕ミュージシャンを一堂に迎えて話題となった。2018年、戦術したライブがきっかけとなり、その時に共演したドングルーシンら日米双方のミュージシャンと再演した25年ぶりとなる3枚目のソロアルバム、ザ・ゲームス、イーストミッツ・ウエスト2018を制作して発表。レコーディングメンバーでの国内ライブツアーも開催予定されている。高谷が音楽館で手掛けている鉄道乗務員訓練用の業務シミュレーターは多くの鉄道会社で採用されるようになった。海外でも注目を浴びていて、日本が官民を挙げて海外に売り込みをしている。新鮮では一役買っている。2015年、JR 東日本がアメリカカリフォルニア州知事にプレゼンテーションをする際、安倍晋三に帯同してシミュレーターのデモンストレーションを取り仕切った。2018年、音楽館はドイツで開催されている世界最大の鉄道技術博覧会イノトランスに初出展。その模様は TBS 系の人気ドキュメンタリーテレビ番組情熱大陸制作毎日放送に密着撮りを受けて放送されることになった。トレインシミュレーター以外にも鉄道に関する音楽の活動を行っている。2004年には九州旅客鉄道 JR 九州の九州新幹線新八代駅、鹿児島中央駅が開通した際に同線の業務音楽、発車音楽や車内音楽制作を手掛けたのをはじめ、以下の鉄道関連の音楽を手掛けている。ヤマハモンタージュシリーズを2016年の発表当初からメイン機材として使用している。また、かつてメインで使っていたヤマハデラックス7やローランド VP-330 なども、その音色への懐かしさを求めて時折っている。カシオペア時代からヤマハ製のキーボードをメインに使用していて、代表的なユーザーの一人である。しかし、1979年のデビュー時は、ヤマハ製のキーボードは、向田に個人では持っておらず、ライブではアマチュア時代から使っていた、フェンダーローズスーツケースピアノ73鍵式とコルグ 800DV、1974年発売開始のアナログシンセサイザー、その2機種のみを使用していた。なお、その2機種は、ネム音楽院の同窓生だった倉田信夫から譲渡してもらったものである。デビュー直後にローランドから当時出たばかりの VP-330、ボコーとプロマース、ヤマハの CS70M を購入して前述の2機種に加えて使うようになる。いわゆるフラグシップモデルの類は持っていなかったが、レコーディングでは手持ちのキーボードに加えてそれらのキーボードもその都度レンタルで借り受けて使っていた。1980年頃にライブで使用していた機材は前述のローズ 800DV、VP-330 に加え、ポリフォニックシンセのコルグデルタ、後に音色メモリーのついたポリフォニックシンセのドートライデントに変更、オルガンのコルグ CX-3 などで、その他にヤマハ CP70 やヤマハ SK20 なども使用するようになりキーボードの台数は増えていく。その後他のメンバーと同様に本格的にヤマハからの支援を受け CS70M や GS1 などヤマハ製キーボードのフラグシップモデルが貸与されるようになる。他にもヤマハが輸入元となっていたモーグシンセサイザーも貸与される。またデジタルシンセサイザーの先駆けである。ヤマハデラックスシリーズの音色開発も初期の頃から手掛けるようになり、そのシリーズ初の製品であるデラックス7やデラックス7の派生機種であるデラックス1、デラックス5、デラックス9なども発売前の段階からカシオペアのレコーディングとライブで使っていたことで、いち早く代表的なデラックスシリーズのプレイヤーともなった。プロ仕様ながらも比較的低価格だった。デラックス7はカシオペアをコピー演奏するアマチュアキーボーディストにとってもマストアイテム的なものとなり、それに応える形で、高谷が実際に使っていたデラックス7用の音色データを専用ロムに収めたソフト、ボイスロム4デラックス7向き、谷実、立東ミュージックが発売された。デラックスシリーズに搭載されていたミディを駆使した複合的なキーボードサウンドを早期から積極的に導入していたことで、1980年代後半からは TX816 などのラック式の音源モジュールにマスターキードであるヤマハ KX シリーズの KX88 及び KX76 をつなぐ合理的なシステムが構築された。使用する音源モジュール類はデジタルシンセサイザーの急速な進化とともに日々目まぐるしく変わっていったが、この2つのマスターキーボードは1980年代後半から1990年代後半まで10年以上にわたって高谷のフロントに置かれ続けたことにより、当時のカシオペアと高谷にとってアイコンになった。その後、1998年に出されたヤマハ EX シリーズ、2001年に出されたヤマハモチーフシリーズを使うようになり、フロントのマスターキーボードとしても置かれたことにより、KX88 と KX76 は表舞台から去った。意外なことには、ヤマハとは楽器使用に関しては専属契約を一度もしていないという。ヤマハ製のものが占めるようになってからも、自ら購入した VP-330 は長年にわたって使い続け、その他の他社製品もレコーディング及びライブで使っていることを隠していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。